本当に恋人探してますってメッセージ来たんですよ。なんて恋人探してますって。お前が送ったんじゃなくて向こうから来たの最初に。そうです。うん、でそれで僕がまさに僕ですねってメッセージ送り返したんですよ。じゃあ恋人探し。どういう話ですか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は島の方まで来てるんですけど、何 YouTube 見てますって声かけ、現場で作業しとったら。そうですね。ちょうどここでフェンスを外してた。このフェンスを外しとったんだ。そうっす。うんうん。こうやって、うん、ネジを取って、うんうん、取ってたら、うん、車がバーッと止まって、うん、1台の K が。でも僕こっち向いてたんで全然気づかんかったんですけど、うんうん、声張れんかな。ヘルメット閉めてお前嫌いなんだ。で、まあ、バーッと止まって僕気づかんかったんですけど、車がボワー来たんだ。そうっす、うん、お前これもう普通にフェンス外してたのこれね、こうやって外してて、元々フェンスがついたんだよな、うん、そうそう、うん、でそしたらイケメンくん、イケメンくんとか言われて、イケメンくん嘘つけよお前。お前嘘つくな。だってもうこうやって外してるのにどうやって見えるのお前、分からんやん。僕も全然分からんですよ。絶対嘘でしょ。電話してこいつったら友達に、まあ、何でもいいけど、もう寒い。寒いもうそんな話どうでもいいよ。どうそうそうそう、ねえねなんかずっと喋っとるもんで、うん、パッて見たら、うん、キラキラーとか言ってこうやってやってきて、そう、うん、そうそう、車でバーって手振ってきた。そうそうそう、バーッと帰ってバーッと走ってたんですね。 どんなやつどんなやつ、いくつぐらいのやつ。僕と同い年かそれより下か、大学生ぐらい。お前より下ぐらい。大学生ぐらい。お前今20 24ですね。24、はい、24。あ、逃げちゃう。今おなら超えたのか。24歳ぐらい。そうですね、もう多分大学生っぽいですね。大学生。本当、よし、今見てるかな。僕向こうで作業しとったんですよ。ブワーしてて、ひじが道ぐらいでます。いや、ファンに声かけられましたよって。おーげお前気持ち悪いな。気持ち悪い、ほんとに俺は調子乗っとるやん。いや、慣れてないんでまだ。あ、声かけられる。え、結構声かけられてる。他に声かけられたことない。ってこれ毎回自慢してくるんですよ。現場帰ってきたら普通に僕が通信もおるじゃないですか、うん、事務所に、事務所にやった道が、今日も現場で声かけられましたよ。そんなに大きいな。今日も現場で声かけられましたよ。おい、ブサイク言いすぎる。で、銭湯行って、なんかたまたまそのサウナにいて、うん、みんなずっと見てくるんですよ、うんうん、僕の方で、まあ僕友達といたんで、うん、で、友達とって、うん、サウナ出たら、なんかいきなりなんかずっとこっち見てきて、うん、あのすいませんとか言ってくるんです、うんうん、どうしました、うん、あの YouTube 出られてますよね、うん、その、セントなんで僕あの隠さないんですよ、下半身。僕それ普通だろ。それ普通じゃないですか、うん、なんかでもっすよ。でも隠さなかんとこあったの。いや、ちょっといやその話に触れてないです。隠さんところは隠してなかったけど隠さなかんとこあったの。何も言えない。出るじゃないですか、サウナから、うん、出て、で、こう立っとる時にこう携帯の人だったら声かけられたんですよ、うん、で、あ、はいって言うんですけど、うん、なんかフルチンでね、全然すっぱだかで敬語で喋るのが僕ちょっと気持ち悪くなってきて、あのー、あのー、どうもーどうもーすごいお風呂場の方に戻って湯船に浸かっとったんですよ。まあまあキモくないですか、お互い二人とも裸で喋りなんですよ。ファンですよねとか言ってこうやって全裸で握手。握手ちょっとエグいよな。全裸で握手は、ね、前の会社の近くであのコンビニ行ったの、はい、で、ペットボトルのお茶の前に行ったの。本当だけどファンがさ、外だよ、入る前に、はい、ファンの二階道場さんですよねって女と一緒に思ったの。はい、まあ、彼女かな、なんか、はい、でも俺中入って、うわ、ペットボトルのお茶買えねえと思って缶コーヒー買ってきたもんね。ペットボトルのお茶2本ぐらい家用に買ってきなかったのに、なんかペットボトルのお茶はダセーなって。なんとかしたけど缶コーヒー買って外で、あ、どうもこんにちは。コーヒー飲みながら喋って、結局コーヒー飲みに行って帰ってったから俺コーヒーで。用事が終わったよ、すげえコーヒー飲んだよ俺。ほんとですよ、ほんとですよ、リアル話ですよ。いや、僕もありますよ、よく、うん、まあ、その幻聴とかで回るじゃないですか、幻聴、うん、とかで回るときにコンビニ寄ってあトイレしようとかなとか、うん、飲み物買おうかなと思ったときに、うん、足場さんがおるとわざわざそこスルーしてますからね。あ、そうだよ。俺コンビニとか行ってトラックとか止まってると、はい、
やばいなって、ね、まあ、ニュージーブルわけじゃないですよ、視聴者からさ。だけど、あっトラックが来るとやめようと思って、入らんのよ、もう。だから声かけないとやめとくせえな。いや、だいたいそれでもバッってコンビニの中におって、うんうん、弁当買って温めとる時とかに、もうその足早さんとか来ると、僕全然電話鳴ってないのに、こう携帯取って普通に言われて。僕も、はい、そうですね、はい、はい。で、こっちこうやって声入れながらこうやってやるって。お前芸能人ぶっとるやん、お前。いやいや、そうさ。いや、ちょっとなんか嫌じゃないですか。朝とか一番嫌なんですよ、僕なんか。寝起きでなんか。本当に嬉しいことですけど、はい。まあ、なかなかね、テンションが上がらんじゃん。上がらんっすよ。上がらんじゃないから、見たじゃん。違う。どうも、みたいな感じだから。お前ね、あるの他に。で、買い物してる時に。うん。僕がレジで買い物してたら、うん、後ろからなんか、乗り換え道場、乗り換え道場って。でも声はかけてこないですよ、うんうん、男2人でいたんですけど、うんうん、もう1人は多分知らないんですよ、うん、乗り換え道場、うん、でもこの人が知ってて、うん、パッて見たら、うん、あっあっあっせあっせいや俺らがさあの撮影に行ったの道具の紹介ね靴と服の紹介やっとるんで、はい、でそれで動画撮りに行ったんですけど、はい、棚の陳列あるじゃん、はい、でそのなんか隙間があるじゃん。その隙間があるって。早く見てって。塗り替え道場、塗り替え道場って。隙間からこうやって見とんだわ。うわ、お完全に見られとるやん、俺みたいな。それ嫌っすね。嫌だよな。しかも撮っとる時だもんね、動画。マジですか。喋りかけるのもできるし、みたいな。突然、ちょっとカットが入ったと思いますけど。まだあんの？喋りたい。もう今流行りのマッチングアプリ。マッチングアプリなんてやるのお前。僕めちゃくちゃ僕6個ぐらい登録しますからね。しかも顔がわからんようにってこの顔で登録してますよ。ちょっとそれ見たの俺。俺見たんだわ。マッチングアプリ登録しよう。これわかんないっすよ。マッチングアプリ。ちょっとお前これやめた方がいいって絶対わかんない。そしたら案の定ですよ。最初いきなり本当に恋人探してますって。メッセージ来たんですよ。なんて恋人探してますって。お前が送ったんじゃなくて向こうから来たん最初に。そうっす、うん、でそれで僕がまさに僕ですねってメッセージ送り返したんですよ。恋人探あ俺が女として、はい、恋人探してますまさに僕ですねって言ってたまさに僕ちょっと書かれると思ったよ。それが恋人探してます、はい、あの彼氏探してます、はい、まさに僕ですね、まさに僕ですね僕を探してたんですねとはいはい、はい、そしたらいきなりなんか電話番号を送られてきて、よければこちらにメッセージしてくださいって電話番号送られてきて、あ向こうから、おじゃあ俺が女の子だったら、はい、じゃあまさに僕ですね、じゃあこの電話番号に電話してください、メールしてくださいって言われて、電話番号に、はい、電話番号にあショートメッセージ、ショートメッセージです、でちょうどまあこれ言っていいか分からんすけど、まうん、その寺西くんとね、あのカメラマンと境に撮影撮ったんですよ、あカメラマンと、はい。うんまあみんな面白半分でちょっと送ろうぜ送ろうぜみたいな、あ、まあ、みんなでバイバイやってるみたいなね、はい、で送ってメッセージを、うんうん、いきなり電話かかってきたんですよ知らない番号から、うん、僕本体の携帯の方に、うん、知らん番号はお前に電話かかってきた、そうっすで、うん、僕出るじゃないですか、そしたら女の人なんですよ、うん、え今お前の電話に女の子がかかってきたの、はい、奇跡だよ、奇跡っすよだいたいキャバ嬢だったらキャバ嬢1とかキャバ嬢2とかって書いてあるんですけど、そうだなお前やっぱ視聴者が叩くな叩くなって言っちゃう、そうですね今日肩叩けるとか言ったけど肩の方が嫌だろ、これ嫌じゃない、肩の方がいいです視聴者の皆さん肩の方がいいです、で、その電話張ってきて、うん、え、今仕事中ですかって言われるんで、うん、じゃあ僕はもうびっくりしますよね、うん、その本体の携帯の方に女の子から買ってくるんで、うんうん、キャバ嬢とも何も書いてないし、うんもうとっさに、あ、仕事中ですすいません、折り返しますって言って、なんか仕事の対応して、電話切って手の仕事だろ、そうです、電話切ってやばいと思って、はい、で、パッてそのメッセージの番号を見返してみたらその子なんですよ、うわその子で、いや僕もでも電話できんなって思って、うんうん、で、もうこっから多分面白いです、多分動画見てると思うんですけど、その子毎日動画見てるって言ってたんで、マジで夜解散するときに、うん寺西君が電話 しようって言い始めたんで、うん、あ、いいよいいよ電話しやつ、俺はもうさすがにできんもんで、寺西君がお前の電話からかけた、はい、電話かけやつだろお前バカだろ電話かけたら電話かけたらいきなり動画ってやられてますよね、うん、
動画出られてますよねって言われて、うんうん、もう顔見た瞬間に一発で分かったっつってマジで、はい、で、うん、そこで瀬梨君が電話してその喋るじゃないですか、うん、で動画出られてますよねっつって、うん、え塗り替え道場のあのミッチーさんですよねっつって、うんうんうん、えあえみたいなスピーカーで喋ったもんね俺もやばいやばい切って切って切って寺西君お前のフリして電話してたそうそうでミッチーさんですよねって言ったもんね、はいそうだよあじゃあ最初は別に視聴者って知らんのに電話しとったんだ、はい、そうっすもっと近づけてお前のマイクに喋りかけとんだってそうっす俺だけ心配ねえんだお前そうっす俺のマイクがねえんだよ嘘それやばいね、はい、やばいですねこっからめちゃくちゃ面白いんですよまだ面白いなもういいやもう旅でいやたくさんめちゃくちゃ手がかじかんでこんなん持ったばっかり俺手ずっと出しとるもんね手がかじかんでかじかんでもうお前殴るしかないよやらしてじゃんいやこっからはマジめちゃくちゃ面白いですよ、うんうん、それ女の子は動画やられてますよね、うん、で寺西くんって結構あの干されとったわけじゃないですけど謹慎だったじゃないですか今まで、うんうん、で自分のその印象毎日動画見てますって言ってたんで、うんうん、自分の印象すごい聞きたくて聞いたんですよ寺西くんがはい寺西くん自分のことあのさあのミッチーと俺とさもう一人さよく動画に出てる子いるじゃんつって、うん、えよく動画に出てる子ですかつえ誰ですかつ、うん、あの寺西ってこう知ってるつったらあーちょっと前に出てましたねとか最近出てないですよねとかって言われてて本当にいやこれマジ話です、うんうん、でちょっと寺西くんあのへこむじゃないですか、うん、ちょっとへこんだんですけどそこからな突破してって話したら、うん、でえどう思うからって言ったら、うん、女の子はマジで僕だと思ってるもんねミッチーだと、うん、マジなこと言うんですよいやでも寺西くんって自分が映りたいだけじゃないですかあの子ってとか言ってマジで俺が一応言ってるからねで、寺西君もいろんなことそこから聞き始めて自分のこと自分のことそういうストレス体制あるよなハート強いよな強い、危険だろすごいですね逆に俺危険で、最後にあの捨て文句が普通に、うん、寺西に言っとくねっつってあの、よく勉強になると思うから今日のこと自分でそんなにいるわ、寺西マジでそうですごいねそれ電話切ってそっからもう僕メッセージ返せないっすメッセージ来るの最初ちょこちょこいやその時来たんですけど、うん、もうそっから返せてないっすね返せないっすね返せないお前らお前その時スパイみたいなことしてるからやっやんけなあやばいっすお前だろお前いやいやそんなことないです、まあ、寺西くんが発端なんで自分でだってね突破口開いたのに、うん、自分であの墓穴掘っとるんですからね電話切ったらチーンってやったのチーンってそうそうカロカーって言って今日はカロカーって言って飯食いに行こうかいや今日はいいやって見てるか寺西頑張るよ見てるか見て多分見てますよ毎日見てる今日朝から竹塗りの動画上がってるでちょっと伸びとるで喜んどる喜んどるよ喜んどるよねよかったね今日よかった絶対言ってるよまあ、はい、今日はこんで終わります、はい、じゃあ LINE サーブやってるんで、はい、またぜひねあとインスタとツイッターもやってるのインスタとツイッターとTikTok、うん、もうやってたやってます TikTok はねミッチーチャンネルってのもあるんだよミッチーチャンネルじゃないです。ミッチーで、ミッチーで検索で出てくるの出てきます。個人的に僕が、こいつら撮ったやつですね。ちょっとまた、概要欄に URL 貼ってきますんで、はい、ぜひ見に行ってください。はい、お願いします。よろしくします。お願いします。また見て。寂しい。もうこのまま歩いてこい。寒い。Yeah.